私は現在 FIA 世界耐久選手権シリーズとルマン24時間レースに参戦しており、海外を軸にレース活動しております。ちょうどこのイベント明けですね、週明けからイギリスに行きまして、その後バーレーンの方に2週間ぐらいレースで、行ってくるスケジュールになっております。フェラーリと私なんですけれども、2009年にスーパー GT という、まあ、国内のトップレースなんですが、スーパー GT でフェラーリの F430GT という車両で年間2勝を挙げました。非常にフェラーリのポテンシャルが高くて、チャンピオン争いを展開することができました。また V12 のフロントエンジンの V12 の 550GT1 マラメロという車両でルマンチャレンジの年間チャンピオンになったこともあります。またフェラーリの本国のドライビングプログラムでありますピロタフェラーリというプログラムがあるんですが、その日本のプログラムのインストラクターとして本国と契約をして、長年ですね、お客様のドライビングのサポート、サーキット走行のサポートなどをさせていただいてきました。で、今回のこの 296GTB なんですが、ちょうど1週間前ですね、都内のホテルでメディア向け、ディーラーさん向けに、発表されまして、そのプレゼンテーションを私が担当しましたので、この車両に関しての知識というのは豊富にあります。このプレゼンテーションの後に、ご質問点などありましたら気軽に、私の方に行っていただければと思います。それでは簡単になりますが、 296GTB の魅力、こだわり、コンセプトなどを お伝えしていきたいと思います。まず入り口にございます新開発のこの V6 ターボエンジンが今回のこの296のキーポイントだと私は思っております。後ほど車両をご覧いただく際にご注目いただきたいのが、エンジンフードを開けていただきますと、この新しい V6 エンジンがマウントされております。でなぜフェラーリが V6 エンジンを作ったかというところなんですけれども、入り口のエンジンをご覧いただいた通り、今回のエンジンはシリンダーのバン区画が非常に開いております。角度にしますと120度になっておりまして、何が重要なのかといいますと、シリンダーが水平対向に近い状況をですね、かなり低くレイアウトできることによって、やはりエンジンの重心が下がります。そして V6 にすることによって気筒数が減ることによって当然エンジンが軽くなります。それによって何を狙ったのかといいますと、やはりフェラーリにとって重要なこのミッドシップモデルで、エンジンをコンパクトにしてダウンサイジングターボのエンジンに対して低重心化が実現しました。それによりやはり運動性能がさらに向上することができました。しかしいいことばっかりではなくて、当然エンジンの気筒数が減って排気量が減れば、トルクというものは失われます。そこでフェラーリが何を考えたかといいますと、やはりモーター、そしてハイブリッド、イメージしていただくと、例えばラジコンの加速っていうのはものすごい瞬発力がありますよね。やはりモーターの持つ力っていうのは、その V12 のエンジンよりも巨大なトルク、パンチを出すことができます。ですからフェラーリはこの V6 の新開発のエンジンによって、低重心なターボエンジンで車のバランス、車両のバランス向上をまず狙いました。でそれに対して失われてしまう
トルク、馬力っていうところをモーターの力によって補いました。その結果、830馬力というこのスペックでは想像できないような大きなトルクと馬力を持つ新しいミッドシップフェラーリが生まれました。でもう一つなんですけど、そのエンジンの話をさせていただきますと、実は 2992cc 約3000弱の3リッター弱のエンジンで、ターボエンジンで、実はエンジンだけでも660馬力っていう出力なんですよ。まあ、ある意味それだけを考えてもとてつもないこの新開発のエンジンは速いんですけど、さらにそこにモーターをつけてモーターの馬力を足すと830馬力という車両ができました。それでエンジンを小さくして、スペースができたことによって、今回車両のホイールベースも短くできました。 F8 と比べて5センチ短くなりました。5センチのその運動性能ってどのぐらいかといいますと、例えばサーキットを走られたりドライビングエクスペリエンスみたいなものを体感された方であれば分かるかもしれないですけど、こうパイロンスラロームみたいなこうキビキビ走る、まあ、車両のテストなんかをするんですけれども、まあ、そういったところで女性の方が乗っていただいても全く違って分かるぐらいのレベルでコーナリングの瞬発力レスポンスが向上しております。しかしホイールベースを短くすれば運動性能は上がるんですけれども、もちろん失われてしまう点があります。それはスタビリティですね。やはり安定感は少し落ちます。じゃあ何をして安定感を出させたのかと言いますと、まず今回この新しいデザインに対してエアロダイナミクスをかなり力を入れました。もちろんフェラーリの F1 での空力の最先端の技術がたくさん注がれているんですけれども、特徴的なのはフロントのバンパーの下ですね。バンパーの先の、まあ、ナンバープレートの下をご覧いただきますと、空気が仮面床にこうたくさん流れるようになっています。その床に行くエアフローの量を増やして流速が、仮面の流速が速くなることによって車は吸い込まれる方の負圧ですね、浮力によってダウンフォースが発生します。ですから仮面を通るスピードが速くなれば車のフロントは沈みますので、床のダウンフォースを大きく稼ぐというのがまずフロントで行われています。それでルーフを通った風がリアに流れまして、エンジンフードを通って、今回アクティブリアスポイラーということで、リアのスポイラーですね、まあ、ウィングがこう起きてくるような状態でダウンフォースをアクティブに制御できます。ですからサーキットなんか走っていただいてもスピード域によってダウンフォースの量が変動します。もちろん高速道路でもそうです。安定感、スタビリティが必要な場面ではダウンフォースの量を大きく増やすことができるというスペックになっております。それによりもう一つのポイントなんですけれども、先ほどの話でエンジンのポテンシャルが上がりました、運動性能が上がりました、ホイールベースが短くなり旋回性能が上がりました。それを補うためのダウンフォースも進化しました。でさらにフェラーリが考えたのは、今回電子制御のセンサーをシックスウェイダイナミクスセンサーということで、まあ、マネンティーノの制御をしているセンサー自体の見直しをして、さらにこう電子制御も進化しました。それにより電子的なスタビリティも向上しました。でもう一つですね、重要なことなんですけど、ブレーキをご覧いただくとフロントのブレーキにものすごく大きなキャリパーリスクがついてますね。でまずフロントに、私の経験談でフロントにこんなに大きなブレーキをつけれる、まあ、ある意味見た目だけでいうとトゥーマッチじゃないかっていうような大きなブレーキが搭載できたっていうことからしても、まず言えることはこの車のリアのスタビリティが非常に高いということです。基本的にブレーキをすると車っていうのは前のめりになりますよね。ですから前のブレーキを大きくすればするほど、やはり車っていうのはフロントの仕事量が増えてしまうので、それを補うだけのリアの仕事量がないと大きなブレーキっていうのはフロントに搭載できません。ですからこの大きなブレーキをつけてでも、まずしっかりと制動できる車両自体の持つ優れたバランスがあるということが僕からも言えます。でブレーキなんですが、200キロからの完全停止まで、要するに200キロから0までがわずか107メートルで止まります。これは数字だとピンとこないかもしれないですけれども、どのぐらいすごいかと言いますと、我々が乗るレーシングカー、スーパー GT などのレーシングカーで、例えば富士スピードウェイで200、まあ、560キロなんですけど、
そこからブレーキをパンって踏む場所が大体120メートルの看板です。しかし1コーナーは停止ではなくて100キロから90キロぐらいでこうコーナーに入っていくわけですから完全停止ではないんです。それでもレーシングカーでスリップタイヤを履いて1100キロ1200キロの車が大きなウィングをつけていても大体そのぐらいの制動距離になります。しかしこの296はロードカー、ロードボーイングカーなんですけれども、ブレーキとエロダイナミクス、電子制御、そして、今回ブレーキ性能をアシストしているのはやはりモーターをついていますので、ハイブリッドですね、回生ブレーキ、電子ブレーキですね、電ブレも含めてその全てのミックスにより驚異的なブレーキパフォーマンスを発揮することができております。ですから、296GTB を私もイラストで見たときにフェラーリの V6 を出したんでこうエントリーモデルを作ったのかなとかいろいろ多分クエスチョンマークがたくさんあったんですけれども、この車の実物を見てそしてエンジンを見てその作りのコンセプトっていうのを私なりに噛み砕いていきますと、フェラーリは何をしたかったかっていうのはやはりさらに速い、さらに優れたフェラーリにとって重要なミッドシップモデルを考えていた結果生まれた車っていうのがこの 296GTB です。まさにニューカルチャー、ニューテクノロジーのミッドシップになります。ですからエンジンも V8 じゃなくてこの新しい V6 を積むことによって低重心、軽くなって車の運動性能が上がったということがまずエンジンが軸になって作られた車だと思います。で、気になるのは音なんですけれども、私ジャパンプレミアで最後にですねエンジンをかけたんですよ。で、携帯で動画を撮りましたんで今日ちょっとエンジンかけられないんですけど、もし気になる方がいらっしゃればこの後に行っていただければ動画をお見せしてエンジンを聞いていただくことはできますのでぜひ言ってください。で、私の印象なんですけれども、今回このエンジンは当然フェラーリオーナーの皆様、フェラーリファンの皆様にとって音っていうのはものすごく重要なことは当然フェラーリは知っています。その中で V6 を出すということはその音に関しても当然徹底的にこだわって開発がされました。ですから V6 なんですけれども、正直音は今までの V8 の歴史の延長上にあるような非常に甲高い乾いたカラッとした音がします。そしてレスポンスが非常にいいです。ですので、この296GTB は総合的にフェラーリが今まで V8 で培ってきたミッドシップスポーツカーの歴史を大きく変える新たなモデル、そしてこれからの時代をリードしていくモデルの1号車だと私は思っています。